キスキ線の、 あの道の駅の奥出雲オロチループっていう場所から撮った一枚ですね。まあ、車両が、キスキ線を走ってるトロッコ列車の奥出雲オロチ号っていう列車です。とりあえずこの写真はなんかこう紅葉が綺麗に写っているので、紅葉を生かしつつ、まあ車両もちょっと影に沈んじゃってるんで、その辺を持ち上げながら、まあ、バランスよく作れたらいいかなと思ってます。ところでね、これ今ちょうど2種類紅葉が写ってるから、なんかこれ喋りながら作ってるんですけど、これ紅葉ってなんか天然物と養殖物があると思ってて、マグロかよって話なんですけど、いや何を言いたいかっていうと、この紅葉ってあの天然物の紅葉っていうのが、いわゆるその山に自生してるタイプの紅葉で、なんかまあ林業とか、まあ、そういうもちろん人間の管理はあるんだけれども、まああくまでこう自然というか、あの見せるようではないっていうようなイメージが天然物で、でまあ養殖物っていうのは、まああれですね、見せるようっていうかね、あの観光地とか道の駅とかお寺とか神社とかにあるような、あの人工的に植えられた紅葉で、何が違うってやっぱ人工的に植えられてると見せるようなんでね、あの毎年いい感じの品質が担保されるんですよ。ね、やっぱこの手前の赤い紅葉は結構安定して毎年綺麗だし、あの今ここでも映ってる通り結構綺麗なんですけど、背景の茶色い紅葉ちょっといまいちですよね今年は。あの今年ちょっと夏の気温が高かったのと秋口の気温が高かったもんで、ちょっとね紅葉が茶色っぽくなっちゃうような傾向があるんですけど、まあそういうね、あの年ごとのなんというか質の差というか、そういうのが出てきちゃうのが、まあ天然物の紅葉の悪いところではあるんですが、まあ、やっぱり天然物の紅葉って、あの山全体が紅葉になるんで、山一面の紅葉というか、なんか見渡す限りの紅葉みたいなのは、やっぱ天然物の紅葉じゃなきゃ出ないんですね。どうしても人工の紅葉っていうのは、規模はどうしても小さくなっちゃいますから、まあ、こんな感じでクローズアップして撮るとか、そういう撮り方しかできなくなっちゃうんで、まあ、あのどっちが偉いとかはないんですけれども、まあ、やっぱり今年みたいに天然物の紅葉がいまいちな年は、まあ、あの思い切ってあの人工物の紅葉にシフトして、もう撮りたい世界が一番こう綺麗に映るところを撮っていくような感じで撮ったらいいのかななんて思ってます。だからこう毎年ね、あのまあ紅葉綺麗な年、汚い年あると思うんですけど、まあその中でも比較的品質が安定してるのが、まあ養殖物というか人工に植えられた紅葉なのかななんて思います。よっと、まあそんな話をしながらある程度出来上がってきたんですけど、あのあれですね、変えたパラメーター何の解説もしてないですね。まあ何を変えてるかっていうと、まああの暗いところをちょっと持ち上げるっていうのと、まあ、あとコントラストを調整してあげてるのと、まあ、あとはこの紅葉のもみじの部分、赤い部分をちょっと色味を変えてあげて、赤いもみじの色を出してあげるっていうような感じに持ってってますね。よっ、おー出来上がりましたね。ということで、あの出来上がったやつ今ここに出してます。